始まるよ。今日まさかのおつあたさんの曲2つどんだけおつあたさんびいきなの。たまたまね、たまたまね、もうどんどんおつあたさんの名前言っていこうかなと思って、はい、どんどん。で今日ねこれシバベロス大好きですねこれ。大好きだよこういうのね。おつあたさん顔複数あるの好きだよベコイもそうだけど確かにね、うん、これはもう完全にベコと同じ、ね、同じだよね。そういえばね顔が複数あるの好きって思うし、ん、ね面白いねでこれ一回さ、まあ、コロナ禍で中止になっちゃって、はいはいはい、ようやく時を経て発売させていただくってことでね、はいはいはい、結構これ作る大変だったんだよ。すごいですよこれ。まず一個一個紹介しようかな。ボリゾンタル、ボリゾンタル赤芝、これかな。すげえ名前ですね。ねすごくないすごくない、こんな造形すごいよね。あ、表情も違う。表情も違うんだよ。本当だ。これってさ、なんていうの、顔が複数あるの。ケルベロスですよね。ケルベロスか、はい、だからシバベロスよそう、だからシバ犬とケルベロスでさそうですよね。そうで、あれって顔全部違うんだよ、表情ね。へぇ、悲しんでるのと通常のやつと。へぇ、じゃなかったっけ。え、てかそもそも犬じゃないですか、狼。でっかい犬。犬っすよね。ハリーポッターの時出てきますよね。ハリーポッターも出るし、ワンピースも出るし。ああ、ワンピースね。あ、けどまあ顔怒ってる感じだね。ああ、イメージね。これだよね、ワンピースゾンビの時に。ああ、はいはいはい、あの、うん、あそこモリアのね。そう、モリア、はいはいはい、よくあんまり出てくるね出るでしょ、それぐらい読んでるからこれいいよね。でこれ意外と顔を3つやることでボディから首にかけてのラインが結構難しくて調整。確かにあのこういうのイラストだと全然整理しますけど、フィギュアにした時そこが難しくて。すごいっすね。通常よりここちょっとシャープにしたんだよね。結構ボテッとしちゃって後ろから見たら変で、はいはいはい、うん、で、まあ、こういう風にまとめたっていう感じ、ね、これ大変ですね。大変。立体のデザインはこっちでやってるってことですか。そう、そういうこと。で続いてこの色替えだね、これ、黒芝かわいい、うん、あ、黒のがなんかっぽいじゃないですかね、うん、ちょっと怖いよね、うん、いいね。実際来ないで怖いね、追ってきて、うん、だいぶ頭重いですねだいぶ重いよで続いてがアシュラね。アシュラはもともとおちゃたさんのイラストは立ってたの。ただ自立ちょっとできなかったから今回あぐらにして祈ってる、うん、たくさん、そうそう、たくさん顔がほら、これもまた顔違うじゃん。若干違う。本当だ、ちょっと怒ってるやつ、普通の顔と悲しんでる顔。本当だ、うん、うわ、上から見たらすごいことになってる。上からすごいね。これ意外と大変でした ね、これ大変で、一番大変なのはこれ、バーティカル。これね、これ団子みたいになっちゃってて、今もなってますよ。なってるでしょ。 もっとボコボコしたの。へぇ、それ変すぎて、うん、まあ、こういう風にちょっと滑らかに削ってこれが全然うまくいかなかったんだね、顔の不自然さじゃないけどさ。あ、一番難しかったこれ。なんかそんなに苦労を感じないですけどね。これ一番苦労したこれ大変だったよ。これが苦労したんだ。どっから生えてんのってなるからさ。まあね、そう、まあ、そういうネタですからね。ネタなんだよね。すごいよねこれね。でこれ入んないから、これ分解されてるから。ああ、いいじゃないですか、うん、これすごいね。すごいボリュームだよこれ。すごいわ、うん、名前が変ですねやっぱ。アーティカル、ホリゾンタル。でちょっとね、あのディスプレイポップの方も少しちょっと怖い感じに、おどろおどろしい感じ、ね、そう、人間に飼われた魔犬はやがて姿を変えた、我が家の番犬シバベロス我が家の番犬、家にいるってことだよね玄関先にいるんでしょこれまあでもいいやつですよね、番犬だから、ね、そうそう、番犬だからいいやつだよ確かにケロベロスって番犬ですよね。そうそう、番犬、番犬、そうですね、うん、はいはいはい、これ面白いわ。いや、お父さんがこういうのやっぱ好きなんだね。いや、俺こういうなんかちょっとなんか実はしょうもないもの。ああ、しょうもないですね、うん、こういうの好きなんだよね。確かにおつあたさんの企画はいい意味でしょうもないですからね。しょうもないね。これもなんかね、やるつもりなくてやっちゃった企画だ、ね、どういうことなのそれやるつもりとりあえずなんか面白いからやっちゃおうかみたいな、まあ、おもろいですよね。そうそうそう、フィギュアになるとわけわかんない、わけわかんない、面白いめちゃくちゃ顔が渋滞してるもんね、うん、確かにこんなに顔がある商品ないですよめっちゃ渋滞してるよ、面白いねこれねまあ、ちょアートっぽいよね確かに ね、 ね、そうですね。でこれが6月商品でね、全6種300円展開する予定なので、こちらもぜひチェックしてみてください。今日紹介させてもらった、はい、シバベロスでした。これもいつかハリコになるように、よろしく